ジンザハンド。試合終了。4対0でライモン中の勝利だ。こんなサッカーもあるんだな。よかよかよか、試合会ね、大好きも喜んでるばい。立ち向かいのマジンザハンド、どう思う？俺たちのシュートを受ければ受けるほど完成に近づいている気がするよ。試合の中で進化していく、まるで誰かさんみたいだな。え？ゴッドハンドをものにしたほどだ。ひょっとするとマジンザハンドも使えるようになるかもしれないぞ。ああ、エンド、ん、立ち向かい。あのエンドさん、ありがとうございました。あ、こちらこそ。マジンザハンド、お前なら絶対にできる。ありがとうございます。なんとかアツヤを抑えたけど、もっと完璧じゃなきゃいけない。そうだ、次のゲーム僕がシュートを打とう。アツヤ、いい考えだろ。3人は仲良くしておりますかな。はい、誰が一番強いのか、戦いは日々熾烈を極めております。結構なことですな。その結果が出た時、世界は大きく変わるでしょう。楽しみなことです。ドラッ、うわぁ、タイヤから目を離しちゃダメなんだ。俺はこうやってじいちゃんの考えた必殺技を覚えてきたんだよ。すごい特訓やってたんですね。マジンザハンドを覚えるためにもまずはここからスタートだ。はい。そして俺は正義の鉄拳をマスターしてみせる。できると思えばなんとかできる。できるったらできる。俺も頑張ります、遠藤さん。おう、パッと開かず、グッと握って、ダッ、ユン、ドカン。遠藤君、いい後輩ができたわね。ええ。やあ、遠藤君。ライモン中の試合、見せてもらったよ。な、お前、どうしてここに？ねえ、俺のチームと試合しない？え、チーム？うん、俺のチームと。え、ヒロト、サッカーできたのか？時間は明日の12時。場所は、ここのグラウンドでどうかな。それはいいけど、でもなんで？この前サッカーできるなんて一言も言わなかったのに。明日、約束だよ。あ、ヒロト！そろそろだね。ああ、遠藤君。はい。その男の子、本当にヒロトと名乗ったの？はい、そうですけど。そう。12時になりました。これってイプシロン来た。
遠藤君。まさか、ヒロト？なんやこいつら、この前のやつとちゃうやんか。エリア学園には、まだ他のチームがあったってことか。これが俺のチーム。エイリア学園、ザ・ジェネシスって言うんだ。よろしく。ジェネシス？お前、宇宙人だったのか？どういうことだ？エンド。ヒロト。さあ、エンド君、サッカー、やろうよ。のチーム、その名をザ・ジェネシス。正義の鉄拳よ、奴らのシュートを打ち砕け。次回、稲妻イレブン激震最強のジェネシス。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン、今日の格言。できると思えば何とかできる。できるったらできる。以上。